はい、アメーシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、200万以下で買えるアメ車中古車、こちらシボレーアストロ、ディーラー車のシボレーアストロを紹介します。はい、こちらですね、2002年型シボレーアストロ LS2WD、 東京の浅沼ファクトリーさんの在庫車両になります。で、現在の車両本体価格138万円、車検残があって乗り出しが148万円、まあ普通の中古車ですね。はい、でこちらの車両、お店に入庫後に整備するついでにちょこちょことドレスアップをしたということですんで、一個ずつ見ていきたいと思います。はい、この車両なんですが、ちょこちょこカスタムしてあります。まずですね、フロントバンパーとグリル、ここを艶消しのブラックにペイントしてあります。で、このパークシグナル、これオレンジなんですが、ノーマル確かホワイトですんで、このパークシグナルも交換してありますね。はい、でこちらボディサイドのアンダーパネル、ここですね、このガメタっぽいボディカラーの場合、確かゴールド、金色っぽい色のツートンだったんですが、これもですね、艶消しのブラックに綺麗にペイントしてあります。で、同じくこのリアのこのゲートの下の部分のパネルと、あとバンパーの下側、ここもですね、艶消しのブラックにペイントしてありますね。はい、はい、でタイヤホイール、タイヤは新品だそうです。はい、でホイールはまあアストロではおなじみのスチールのブラックホイールで、リムの部分に赤と青のラインが入ってるんですが、まあ、これはですね、4本とも使用感はあるんですが、まだまだ綺麗な状態保ってます。はい、でタイヤはですね、難関のホワイトレタータイヤ、これは交換したばっかり、新品だそうです。でサイズ235の 50R15 で、まあこの辺はですね、 BF グドリッチとかの人も多いんですが、ホワイトレターはやっぱりアストロに合いますね。はい、でこの車両、足回り軽くローダウンしてあります。フロント2インチ、リア3インチぐらい、フロントがダウンサス、リアがフリップダウンキットですね。で、このぐらいの下げ幅であれば全く気にならないですね。はい、こちらマフラー。マフラーですね、このチップ部分、出口部分はノーマルなんですが、チェリーボムを装着してるそうです。で、ちょっと音を聞いてみます。はい、すごいいい音しますね。チップ部分がノーマルっていうのもまたいいですね。はい、こちらエンジン 4.3 リッターの V6OHV ボーテックエンジンになります。はい、こちらディーラー車ですんで、カタログスペックは最高出力193馬力で、最大トルク 34.6 キロ、数値以上にパワフルなエンジンなんですが、この車両エアクリーナーが懐かしの HKS のキノコ型のエアクリーナーに変わってますね。はい、でアストロのエンジン、リッター50馬力も出してないゆとりがあるエンジンということもあって、これ給排気、エアクリーナー変えてマフラー変えたりすると結構印象変わります。でこれ、この HKS のキノコ型のエアクリーナーとチェリーボムが入ってますんで、多分乗ると少しパワフルに感じると思います。はい、それでは内装、インテリア見てみます。内装ですね、
ほぼフルオリジナル、ハンドルが交換されてるぐらいですかね。まああとな、オーディオ、それ以外はもうノーマルですね。はい、シート純正のファブリックシートになります。はい、このチャンネルもう何度となく登場してるんですが、このアストロ、シボレアストのこの純正のファブリックシート、色とかまあ模様の感じから劣化、経年劣化が分かりにくいんですが、この車両はですね、20年近く前の車両にしてはまあまあ綺麗な状態を保ってます。でタバコの焦げ跡だったりとか、気になる汚れ、シミとかほつれはありませんね。はい、でドアパネル、まあこれまたこのチャンネルではおなじみなんですが、このドアのですね、アームレストの部分、ここをよく避けてたりとか、ボロボロのアストロサファリ多いんですが、これはですねすごい綺麗な状態です。でパネル自体もですね、いい状態保ってますね。はい、同じくですね、アストロの弱点、このダッシュボード、ここが紫外線による劣化でボロボロになってる車両結構多いんですが、これはまだ綺麗な状態を保ってます。はい、セカンドシート、3人乗りのベンチシートになります。オリジナルですね。で状態すごくいいですね。はい、でこの車両、キャビンのフロアも綺麗なんですが、このですねブラックのフロアマットすごい綺麗なんですが、このフロアマット、マックスタイルのフロアマットですね、これ懐かしいですね。でこのブラックのフロアマット、すごいいい状態です。はい、それではサードシートを見てみるんですが、これシートがセカンドシートの後ろにまた2つありますね。これどういうことかな、ちょっと聞いてみます。はい、じゃあちょっとラゲージ側見てみます。まあいつものように、はい、このアストロのダッジドア、まずこのリアウィンドウごと上に跳ね上げて、下の観音開きのドアを開けます。はい、でこれですね、今お店の方に確認したところ、今これサードシートを2脚積んでるんですが、この後ろ側のこのセンターで分割されてるこの可動式のシート、これはですねオプションの装備として今一応後ろに積んでるだけだそうです。なんで、少しプラスアルファでオプション料金払って、この、リクライニングする可動式のシートを装着するか、この純正のサードシートを装着するか、これは選べるそうです。でまた今これ3ナンバーで8人乗りなんですが、希望があれば、ナンバー登録を変更することも可能だそうです。はい、はい、こちらインパネ、インパネ綺麗ですね。ハンドル、ステアリングホイールが交換してあるのと、オーディオのヘッドユニットが変えてあるぐらいで、基本オリジナルなんですが、すごくいい状態を保ってます。まあ、2002年モデル、アストンしては比較的新しい個体で、それでもですね19年前の車両っていうことを考えると、これは状態いいですね。はい、でこの車両ルーフ、天井のですね状態もすごい綺麗です。垂れたりもしてませんし、汚れとかシミもありません。天井がこれだけ綺麗なアストロっていうのも最近では少ないですね。はい、はい、今運転席座ってるんですが、やっぱりですねこの車両は状態いいです。ステアリングホイール、ハンドルが変わってるんですが、基本的にはノーマルで、目立つ傷、汚れ、劣化はありません。じゃあちょっとエンジンをかけてみます。はい、じゃあエンジンかけます。はい、エンジンがあっさりかかります。でアイドリングの音、振動、その他気になるところないですし、まあ普通に調子良さそうですね。はい、で走行距離143,814キロ、まあディーラー車ですんで、実走行なんですが、2002年モデル、19年前の車で143,800キロ、
まあ、特別多くはないですね。まあ、10万キロを超えてるんですが、アストロであればこのぐらいはそんなに気にならないです。はい、アストロタコメーターないんですが、まあ、いつものように軽く空ぶかしてみます。はい、すごいいい音しますね。これ多分マフラー変わってますね。はい、でトランスミッションおなじみコラム式の 4AT ですね。でこれですね、このコラムシフトボタンがあるんですが、これはオーバードライブとかではなくて、トーイング用のボタンになります。はい、それではですね、2002年型シボレーアストロ LS2WD 請求入社、車両本体価格138万円、試乗させていただきます。はい、まあ、エンジンあっさりかかりますね。で、ランプとかも点灯してないですし、まあ気になるところありませんね。で、この車両まだ車検残案来年まで残ってますんで、お店の周りを軽く試乗させていただきます。で、これパワーシートとかもちゃんと生きてますし、まあ、ステアリングちょっと変わってるんですが、で、これステアリングがですね、結構そのボスが薄くて、ここのウインカーレバーがすごい近いんでちょっと手に当たっちゃうんですが、気になるのはそのぐらいですかね。全然それ以外は気になるとこないです。すごい綺麗ですね、この車。じゃあスタートします。はい、でこちら、まあ、浅野服部さんアストロメインでお取り扱いなんで、まあ、しょっちゅう筆者アストロ撮影しに来てるんですが、こうやってですね、ちょこちょこと程度のいいアストロがコンスタントに入庫するのが嬉しいですね。で、今ですね、ギギ言ってるのはこれはカメラの三脚の音です。で、これ2駆ですんで、4駆、まあ、最近4駆試乗することが多かったんですが、やっぱ4駆に比べるとだいぶ小回り効きますね。確か最小回転半径 6.5m、4駆よりも 60cm か 70cm 最小回転半径、ちっちゃいん で割と小回り効きます。で、車両、フロントがローダウンサスで、リアフリップダウンキットで軽くローダウンしてるんですが、これはですね、全然気にならないですね。で、乗ってると確かに車高ちょっと低いんですが、全然気になりませんね、このぐらいだと。で、あとですね、これマフラー、太鼓チェリーボムが装着されてるんですが、やっぱですね、乗るといい音がします。で、以前にも試乗企画でちらっと話した通り、調子のいいアストロサファリってこのアクセルがすごく軽いんですが、これはですね、そこまででもないですけど、全然引っかかりもないし、で、運転してて楽ですね。うん、で、これはもう普通に中古車ですね。で、アストロサファリ底値の時代を知ってると、19年落ちで走行14万キロで138万円はちょっと高いかなと感じる人もいるかもしれないんですが、もう今ですね、アメ車アストロサファリなんか軒並み値上がりしてますし、で、この状態程度で138万円であれば全然高くないと思います。で、そもそもですね、90年代のアストロ&サファリの全盛期ブームの頃は、土中平、中古平行輸入車でメーター巻き巻きのとんでもない粗悪車がもう普通に200万とか300万で売られてたんで、その当時を知ってる人間からすると、これだけ状態のいいディーラー車の中古車が138万円、乗り出し148万円で購入できるっていうのはすごい安く感じますね。で、この車両ですね、アストロよく知ってる浅沼ファクトリーさんでもしっかりメンテナンスしてあるんで、もう全然気になるところもないですし、で、タイヤも新品にしてくれるそうですし、で、またあとボディのですね、ところどころに小傷があるんですが、その辺も綺麗にしてくれるそうです。で、それを
考えるとですね、この車まだまだ長く乗れそうですし、138万円乗り出し148万円であればすごいお買い得感高いと思いますね。で、筆者もですね、これだったらいいかなと、そんな感じですね。で、これはすごいいいと思います。で、パワーウィンドウとかも綺麗に開くし、うん、これはいいですね。はい、ありがとうございました。